諸君、いよいよ野球シーズンの開幕である。のび太、開幕戦の目標を言ってみろ。どうズバリ連敗脱出。その通り。いいか、明日の開幕戦は全力を尽くすぞ。三振したりエラーしたやつは原骨百発だからな。覚悟しとけよ。おっと、ランナー走った。打った、打球は右中間へ。ランナーは二塁を回った。うわ、速い。ライトのバック、今ボールを掴んで、ランナーは三塁を回ってるぞ。バックホーム、すごい返球です。判定はアウト。出た、ドラジャーズマックスの弾丸バックホーム。まさにスーパーマン。さすがメジャーリーグは迫力があるな。ただいま。おかえり。元気ないの、どうしたんだろう。のび太くん、どうしたの。なんだこの重苦しい空気は。のび太くん、ドラえもん、ドラえもん、僕ダメだ。なんだそんなこと。何が起こったのかと思ったよ、バカバカしい。バカバカしくなんかないよ。メンバーは9人ギリギリなんだ。いやでも試合には出なきゃなんないんだよ。試合に出ればいくら頑張ったって三振するしエラーもしちゃうよ。そんなことわかんない。するね、絶対するね。何威張ってんの。でもまあ君の言うことももっともだ。なんとかしてよ。このままじゃ原骨何百発もらうかわかんない。試合をサボっても当然原骨だろうね。出ても出なくても原骨だ。そういえばあれが使えるかも。よし、メモリーシルクと仕立て屋さん。このキレで作られた服は着た人の能力を記憶できるんだ。例えば体操の選手のユニフォームを作って一流の体操選手に着てもらう。そしてそれを着たまま体操をしてもらって、その後今度はそのユニフォームを自分が着ると選手がやったのと全く同じ運動ができるってわけ。ってことは野球のユニフォームを作ってそれを野球選手に着てると。そう、のび太くんは一流の野球選手になれるってわけ。すごい。わー、誰に着てもらおうかな。清村がいいな。あ、それとも松見選手かな。ふふ、ドラジャースのマックスなんてどう。え、マックス、メジャーリーグの。さあ、のび太くんもメジャーリーガーってわけだよ。どれがいいよ、どれにする。じゃあ、早速ドラジャースのユニフォームを作ろう。まずメモリーシルクを仕立て屋さんに入れて、そしてこのマックス選手のカードもこうしてここに入れると、はい、出来上がり。ねえ、僕にはちょっと大きくない？大丈夫、それを通した人のサイズに自動的に合うんだ。へえ、さすが。さっきテレビで見ていた試合が始まる前のロッカールームへ行こう。なるほど。よいしょ、あ、ここだ、マックス選手のロッカー。あん。これでよし。あとは試合が終わったらまたそっちのと取り替えればいいんだね。うん。なんだよのび太、ユニフォームが違うじゃんか。ドラジャースのユニフォームなんか着て気分だけメジャーリーガーのつもりなの。いやー、いつものはうっかり洗濯しちゃって。いいでしょう、これでも。しょうがねえな。よし、みんな縛っていくよ。はい。みんな頑張って。予言します、今日はのび太くんが大活躍します。本当ドラちゃん、まあ、見てて。のび太さん頑張ってね。やっほー、ゆうかちゃん。のび太、エラすんなよ。おーおー、大丈夫だよ、このユニフォームさえ着てれば。本当に大丈夫かな。なんだ、何やってんだよ。ライトはどこまで弾追っかけてんだ。
ちょっと反応が良すぎたみたい。え？あ、なんでもないです。あ、しまった、ダメだ、のび太のところだ。あっ、あっ、すごい、のび太さん打って。あいつ左バッターだっけか。どうせ格好だけでしょ。ホームランだ。どうなってんの。のび太のおかげで10対0の大勝利、ついに連敗脱出だぜ。のび太もやればできるじゃん。ほんと、トラちゃんの言った通りだったわね。MVQ はのび太だね。それを言うなら MVP だ。なんだ、どこ行くんだ。どうなってるの。あー、カン、ダメだよ、カン蹴りのカントーツや。返してよ。のび太、何やってんだよ、早くしろよ。わっ、何すんだ、のび太。危ないじゃないか。あ、ついついバックホームを。なんだと。何がついだ。ちょっと待ってよ、これにはちょっとわけがあるんだ。どういうことだ、ドラえもんも来るなのか。ってことはまたなんか道具だな。いや、ちょっと嫌だわ。なんだ、そうだったの。だったんです。ずるいぞ、そんなもの使って何が MVP だ。ねえ、ジャイアン。ジャイアン。心の友よ、俺にもそのメモリーなんとかを使わせてくれ。頼みを聞いてくれたら俺様を騙したことは許してやろう。全部水に流すぜ。で、一体何を作ればいいの。ストロングパワーのリングスーツを作ってくれ。ストロングパワーってあのプロレスラーの。あのストロングパワーの技と力が込められたリングスーツを着れば、俺様は無敵のストロングジャイアンパワーになれる。なあ、なあ。ああ、ジャイアンがこれ以上強くなったら手がつけられないよ。あ、どこ行くの。待ってよ。はい。ほう、これがストロングパワーのスーツか。では早速。ドラえもん、一生恨むぞ。見ててって。ジャジャジャン、ストロングジャイアンパワー登場。なんだこれ。どうなってんの一体。体育館の隣の室内プールでね、シンクロナイズスイミングの練習をしてたんだ。じゃああれシンクロの水着なの。そう。これ、いや、一体どうなってんだ。うわー、誰か止めてくれー。